はい、どうも、長坂レモンです。本日紹介すべきはこちら。ババーン。アゾリウスブリンクになります。はい。今の環境、なんていうかですね、戦争の犠牲だったりとか、そういう単体除去は多いんですが、まあ、横並びの除去がですね、まあ、そこそこあるにはしても少なくなってきてるんじゃないかなと思ってるわけです。はい。理由がですね、白い敵が少なくなってきて、空の粉砕があまり撃たれないということ。で、それ以外の全体除去というのが基本的に絶滅の危機くらいしかないということで、はい。今、トークンを横並びするデッキは強いんじゃないかなと思った感じです。はい。ただ、いちいちのトークンを横並びしてもちょっと今の環境だと厳しいかなと思ったので、それなら中型のトークンを横並びさせてあげようかなということで、はい。今回はですね、アリリオス、伝達の接合者、暁の騎兵で、まあ、中打点のトークンを横並びしてあげようかなという感じになってます。はい。なんで中打点ぐらいかというとですね、11はさっき言った通りに、まあ、赤田の先制攻撃は止められなかったりとか、というので、ちょっと弱いかなというのと、この中打点のやつらって基本的には、33とかで相手が除去を強要される可能性が高いものになります。はい。なので、こういうね、トークンに手裏を使ってくれると、まあ、ブリンクして、無限にトークンを増やして戦いやすくなるのかなということで、こんな感じになってます。はい。まあ、最近ちょっとね、この海辺くんというか容量がね、多い感じではあるんですが、今の環境ですね、めちゃくちゃ容量が強いので、今後ともしばしば出てくると思います。まあ、青白絡むデッキなら基本的にこいつが入っておかしくないと思ってください。はい。で、まあ、ガラスの棺だったりとか、バリントだったりとかで、テンポロフさせて、4マナのタッサを、この辺のね、トークンで守ってあげるという戦略になってます。今までアドリウスブリンクというのは、テフェリーが入ってたんですが、その枠を全部、もう完全にクリーチャーに変えてしまった感じになりますね。はい。で、これ使ってみた感想なんですが、なかなか強い。まあ、スルタイランプ相手に土地しか引かずに負けたみたいな試合とかもあったんですが、それ以外では基本的に、アドの生成能力で勝ててる感じがします。はい。特にタッサの破壊不能が偉いですね。血をつけてこいつを権限させないようにしてあげると、タッサがですね、相手のスルタイから破壊されないんですね。はい。なので、無限にアドを稼げる感じになってくれるのかなと思います。はい。というわけで、対戦の方へ、どうぞ。はい、対戦よろしくお願いします。まあ、先行でこれなら割といいでしょう。キープしましょうか。スルタイランプとかだとちょっと嫌ですけどね。マーリンさんは、まあ、残しておきますか。3ターン目のテンポとして持っておきましょう。特化相手に強いですね。ドミンゲス。ドミンゲスを棺に入れる必要はないかなと思いますね。ドミンゲスを棺に入れるって相当な失礼なことかな、私。はい、でしょう。相手はライトアップステージかな。そうですね。トーブラン。トーブランが1枚出ないことは確定しましたね。小橋吐き。その小橋吐きをバウンスで。はい。先殴るか、先に除去を打ってくるかですが、ショック。間に合ってくれたのは結構でかそうですね。義賊。棺は3コストのカードに打ちたいですよね。
これ以上土地を引きたくないので、一旦、ここは、分散かな？受給自体は結構あるので、分散でいいかなと思います。サンコストのカードもね、はい。エルカスで落とせるので。そして、土地が吸い付く。義足に落とされなかったら、もう一枚土地ありましたからね。それはそれで困る。ライトアップステージ。骸骨はフラッシュで撃ってくるかなと思いますね。そうですね。もうちょっと後で良かったと思いますけどね。あー、王子か。この王子はライフゲインかな。すごい、いいですね。持っておきましょう。今来られて困るのはトーブランかな。もう一枚。よっしゃ。バリンさんですね。プラス1。ほい。鉄砲車置いておきましょう。エンド。あとはブリンク系のカードが引ければいいのかなと思いますね。おかしい。はい。骸骨もかな？そうですね。嫌ですよね。持っときますかね。冒険持って5、4なら大丈夫か。義足、はい。骸骨、エルカツいいですね。ただこのエルカツは相手が殴ってきた後の宝剣を消したいので、今は出さずでいきましょうか。エンド。こうと、そうかな。冒険は持って。止まってる感じ持ってそうですけど。危険域ですが、なんとかしたいですね。こっちからは今殴れないので、もう一枚宝剣があったらさすがに負けですけどね。アダックス、
このタッサ偉いのでは？ 1,2,3,4。 そうですね、めちゃくちゃ偉いタッサですね。はい、エンド。いいですね。相手もう一枚冒険とか持ってたりしそうですね、これは。ほい。いやー、タッサのね。そうだな。タッサの、インクの趣味がね、なかなか強いですね、これは。次のターンからね、2体までタップできるので、相当強いのですが、ほい。これは、アイトールですね。グッドゲーム、大変ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。これは、良さげですね。キープしましょうか。アリンリオス、いいですね。持っておきましょう。お次からは土地を持ってくる感じでいきますかね。ラクドスナイツ、マルドゥナイツ、どっちかな？はい。マルドゥですね。コブする子さん。はい。エンバレスの冒険には、まあ、注意しなきゃいけないかなと思います。これはトップトップでいいな。アリリアス。4ターン目出した、5ターン目暁の騎兵で暴れ散らかしてやりましょう。こうじゃない、聖戦士ガラスの棺もいいかな。いや、今のうちにトークン増やす手段考えときますか。あー、空の粉砕いいですね。エンバレスの冒険がないなら空の粉砕を打ちましょう。持ってそうだ。持ってはいない。はい、執行軍。探検。まあ、ラスでしょう。うん。すっきりしましたね。次のターンからは暁の騎兵で暴れ散らかしてやりましょう。ポート1騎士、漆黒軍の騎士。ここはですね、相手のカード破壊するよりもうちの陰しさをね的にしてトークン増やしてあげる方が相手にとっては嫌だと思うので、いいですね。相手パカですね。グッドゲーム、大変ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。こちら先行ですね。まあまあな感じなんじゃないでしょうか。キープしましょう。まずは啓蒙から土地が欲しいですね。怒られた。というより土地かな。まあ除去としては欲しいのですが、空の粉砕があるので、リゼットから
ブルスプか出たなら、ブルスプかな。いや、王子かな。さあ、相手には私もデッキアップありましたね。桂馬を。こうでいいかな。吹き地の海。面白いデッキが出てきましたね。いやー、テンションが高いですよ、これは。サイクリングかな。魅力的な王者はもういいかな。さあさあさあ、伝術師。あ、お、一土地持ってきて、とりあえず魅力的な王者を殴ります。はい、王子ブリンク。ここからフグレスクかな。おーおーおーおおお、いいですね。王子以外にも何かしら欲しいですね。続きもらっときましょう。今のうちは、こちらの伝術師止めとくんですが、後々トークンが出てきたときに、トークンをきれいに処理する手段として使っていきましょう。ほい。で、わざわざ、王子経由してフグルスプを消してるのは除去よけですね。まあ別に除去剤とも問題ないはないんですが、避けれるものは避けていきましょう。おーおーおーおお。ヨーリオンあたりを引いていきたいかな。そうですね。あとは、暁の騎兵とかの除去系統が聞きたいかなと思います。まあ、アドサリ系にはね、実は結構、相手の有利なので、ちょっと厳しいものではあるんですが、まあ、面白いデッキはね、いいんですよ。お、エルカツ。さあ、相手に、あるかどうか。カウンターは少ないんじゃないかな。持ってそうだな。永遠洞察。これでですね、相手の方のトークンが次のターンからは出るようになりました。王子な、グルか、そうですね。預金者でブロックしてくれるとありがたいですね。さあ、今後インスタントでクソデカトークンが出てくるようになりますね。預金。うん。陰動殺がない状況下でこれができたのは結構美味しいかなと思います。謎変化。飛んでるのはちょっと嫌ですね。ただ、空の粉砕撃つときは相手の、吹き地波かトークンが出てるときに使いたいので、
左に。とても偉いのでは？あ？このタイミングで相手は、スペル打てないので、こういう代理人ですね。本当は接合者出したかったですけど。不潔な海。どうぞ。おー、G。ブルスプー。これは、ポーリー代理人の方、ブリンクしましょう。返すね。はい。頑張ってまた貯めてほしい。レフェリーがいないわけ。それはまた使いやすくなったんだ。うん。頑張って貯めてほしいな。このカード嫌いじゃないよ、私は。ああ！まずい！二分ミゼットはまずい。とてもまずい。プラス一の、追放。いや、ラスだな。これ。代理人かな。いやー、でも魅力的な文字も残してきたかったんですけどね。まあ、代理人逃がすか。そうですね。代理人を逃がして、パンチ。さあ、相手に2枚ドローされてしまいますが、2、ミレットがですね、残るより全然マシなので、ブルースプーン。はい。うん。綺麗にコントロールできてるかなと思います。いや、今回はそんなに土地引いてないんですよね。スクライはそんなたくさんしてないんですが。謎変ゲーム落としたいですが、落とせないんですよね、そのデッキ。あれ、暁の騎兵が引けるまでは、基本的にはできないのかなと思いますね。そう。クリーチャーじゃないんでね、アリンさんが謎変ゲーム戻せないんですよ。相手のデッキもとても面白いですね。これはちょっと見習いたい。伝達の接合者。ここをブリンクする。どっちをブリンクするかなんですけど。まあ、バリンさんは出します。ドローは欲しいですか？そうですね。ただ、もう詰めに行った方が絶対強いので。まあ、相手は多分、タッサの、行動を見てからじゃない。こっち増やされる方が嫌だと思ったんですけど。タッサでブリンクする対象を、ショックで落とす方が良かった気がしないでもないですが、もう一枚持ってるのかな ?4 テーペ。はい。さあ、謎変化めちゃくちゃ痛いですね。あー、なるほど。それは強い。
ただ、キツナ海はまだ間に合わないんじゃないかな。アルカニスト。とりあえずは、そこの4手目を縛りに行きます。パンチ。ブロックとフェイズアウトなら OK です。で、置いて、エンド時に、出しましょう。エンド。はい。相手が殴ってきそうなタッセ2体、タップさせます。このドリークもちょっとやばいですけどね。実際。砂海からもトークンが出ますし、はい、まあ飛行戦力止めるのがね、攻撃なかなか厳しいラインではあるので、アルカニスト使われるのは嫌ですね。相手がショックを持っているかどうか。相手がショックを持っているかどうか。はい。はい。よし。グッドゲーム、大変ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。いやー、3戦目とかね、激アツの試合ですよ。ああいうの見るとテンションが上がりますね。キツナミもね、今の環境だとテフェリにバウンスされないという点において、エルカツに消されないという点においては相当強いカードだと思うので、ちょっと使ってあげたい勇気が出てきましたね。これは、楽しくなりますよ。はい。というわけで、まあ、見ていただいたらわかる通りね、この、接合者から出てくるゴーレムの横並び、めちゃくちゃ強かったですよね。はい。最後の試合だったりとか、1本目も2本目も、これのトークンのおかげでなんとなってる、感じだったので。はい。今の環境、こういうね、中打点の横並びというのは結構強いんじゃないかなと、思います。はい。ただですね、弱点が挙げられるとすると、バウンス系統を対応するデッキ。あとは、まあ、まとめて流されるようなデッキは基本的には弱いのかなと、思うんですが。まあ、環境次第では、このデッキも相当強い部類に入ってくるんじゃないかなと。思うので、はい、皆さんもぜひ使ってみてはいかがでしょうか。私としてはね、カウンターとかを積みたいんですが、こういうところはね、基本的にタップアウトの方が強いので、はい。まあ、カウンターを構えるよりは、しっかりとタップアウトで戦っていってあげましょう。こちらの空の粉砕もですね、時の一層だったりとかで、結構別のものに、まあ、耐えが利くということで、結構強いのかなと思うのと、それと、このデッキなんですが、まあ、このね、大活躍、接合者くんは、まあ、下落ちしちゃうんですが、あと、赤助系ですね。デッキ部分のですね、大半の流用が効く感じになってます。赤付きの騎兵、連絡の接合者、代理人、フブレスプ、この枠をですね、まあ、また何か新しいカードに変えてあげると、今後とも使うことができるのかなと思います。まあ、なかなか替えのカードは来ないとは思うんですが、はい、前理解。期待ですね。はい。というわけで、本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それでは。